2016年4月14日に発災した熊本地震を受けて、恵比寿地元食堂さんでは、食事の前に昨年発行された東京防災を使ったワークショップを行いました。今日はこの東京防災って去年配られた、東京都で配られた防災の本なんだけど、これに載ってる、これを使って、これに載ってる簡易コンロっていうのと、食器の作り方っていうのを作ります。コンロはね、この空き缶、皆さんに持ってきてもらった空き缶を使って、空き缶とかタコ糸とか、これなんだ。ラップ。チキン。ホイル？そう、ホイル。アルミホイルとかを作って、コンロを作って、それで、いつも地元食堂をデザート作るんだけど、今日はそのコンロ作りから、デザートを作るための火を使うためのコンロ作りからやります。何ページ？210ページ。あ、ありがとう。これ？ありがとう。待って。200。あ、開けてる、開けてる。開けてる。ね、あと今日ご飯食べるときに子供たちが食器を使う、その食器をペットボトルやデザート食べるときのスプーンを牛乳パックで作るっていうのを今からやります。そうで、これね、上から5センチ下から5センチを切るの、ハサミで。こっちは上から5センチ下から4センチ。ママこれ三角にすればいいでしょ。そう、3分間すればいい。これ読みがね、こうやって切ります。これね、穴を開けて、こういう風に、はい、こっちはこのくらい5センチのところで、ここに キュウちゃんもやりたいでしょ。もうちょっと大きくなったらね。見ててよ。本当？学校にあるの？あの、こんな感じ。こんな感じが、こういう風にお鍋を乗せるごとくっていうのになるのね。はい。だって10個でよく使うの。ここ、これ、これに火をつけて、作るので、これをまず作りたいんだけど、これどうやって作るかというと、このアルミホイル、17センチ。何何何？あ、私でも今日缶持ってこなかった。ちょっと見て。いいじゃん。真ん中に向けて、巻いてる、ほら、これ10だよ。あ、すごい匂いしてきた。ねえ、そうなんですよ。こんな感じ？均等に？均等に、適当に6個でいい。適当に6個で大丈夫です。だいたいこんな感じで、ここで見てもらうと、どこら辺に開けるか書いてある。2個で出る。3ミリぐらい出る感じで、うん、涼しいね、確かに。こういう感じで、見て、寒い？あ、今危ない、危ない。3ミリぐらい。3ミリぐらい。ホットオイルを入れて、上にも。そうなんだけど、どっちが渡した方がいいの？バナナを作ることよりも、自分で遊びに行くことよりも。 50cc 測って、お鍋に入れてもらって。バナナ何？これ何？じゃあ乗せてください。ちょっとだけでもいいの？ちょっと。子供たち混ぜる人はい、順番に混ぜる。ママ大変、ママもう大変。はい、じゃあ混ぜたい人に混ぜてあげてください。ちょっとニミにやらせてください。全然違う。
すごい良い匂い。気をつけてね。食べます。ありがとう。はーい。じゃあ、ふって消して。じゃあこれは冷蔵庫で冷やしてご飯の後食べます。お願いします。ありがとう。最終的にこういうスプーンにしたいので、これを半まずこういう風に半分に開いたら切って、で下をこういう感じで切ります。はい、そう、そしたらこういう形になるから、これをね、なんかこういうふうにちょっと切り込み入れて、で、こういうふうに広がるように、そう、切る、こういう感じで切る、よいしょ、なんとなくわかった？なんとなく。お姉ちゃん。なんとなくわかった。お姉ちゃんじゃないよ。あ、どうちゃんじゃない。お姉ちゃん。それこういう風に切ると、こうやってスプーンになる。ね、これやってみてください。やってて。朝みたいなね。大丈夫、ごめん。ね、やってくれたらよかった。うん、全然大丈夫。お皿とかないけど外で食べたい時はこういうのにラップを敷いてこういうのでも食べられるので、ね、キャンプの時に。炊飯なんて焼けてますか？焼けてます。これね、ちょっと遅いホットプレートちょっと置いといた方がいいですよ、皆さん。なんかね、子供たち一生懸命作って形変わっちゃうとかもしれないから、まんまになっちゃったよ、どうしよう。待って、赤いケチャップ、え、どうしてこれ、もう食べちゃった、もうこんなに始めた、大丈夫、かわいい、したくない、まだ怒ってんの、簡単だね、言い方が美味しい、お腹食べなくなってきた、味噌汁通ります、まだ食べないよ、あれ、待って待って、いただきますする前に食べてる人たちがいる、誰だ、いただきますする前に食べてる人たちがいる、はい、いただきます、いただきます、はい、どうぞ、調整して、調整して、おいしい、おいしい、あ、初のキャベツ、嫌いなキャベツ、どう、今日のは、いやおいしい、レジね、キャベツのね、見た目が嫌いでね、うん、あのね、生のラーメン、ルナちゃんは、ルナちゃん、豚さんを探してください、一瞬不謹慎かなと思ったんですけど、でもやっぱり子供たちってすごいリアルに自分で感じてることにしか本気になれないっていうか、なんか訓練でやっておきましょうって言ってだからまあいいかってなっちゃうのが、子供でもなんか子供だからやっぱり自分で必要を感じてこそ、何がいいんですか、今だからこそ子供たちもちょっと真剣に、あの取り組みしている課題なんじゃないかなと思ったのと、まあ恥ずかしい話なんですけど、私もこれをパラパラっと見るぐらいで終わってたんですけど、実際やってみようっていうところまで思って、じゃあ次いくよ、じゃあ次、キョウちゃんとやっぱりこの震災が来て、何が好きかな、どういうきっかけでもやっぱり知っておくっていうのが大事かな、20秒、いつどこで起こるかわからない震災に備え、私たちはもっと日頃から身近で役立つ防災を訓練しておく必要があるのかもしれません。